イアンショット何番？6番アイアン。これだと、どうしよう、本当打てない、ちょっと練習しないと多分本当打てない。頑張って左、うん、左残して行きます。おお、トップ目。いやー、どうかな、上げてますね。まあまあ、私も結構7にすればよかった。ここに、ここに来て腰を切る。もういいね、左の腰引いて、はい、スッスッ。こうなっちゃう、わからんから。で、ダフるんだよね。そう、なんかこう、こう来てからのこうみたいな。わかるわかる。違いますよ。違います、それは。おお、今引けたけど。ルンちゃん残って、飛んで、もっと飛んで、もっと。おお、振り抜く方向がね、間違ったね。あのライ通りに左に行った、行きましたね。はい、刺した場所がね、はい、斜めでした。でも今左の腰抜けてたよ。そうそう、課題はできたよ。できたね。左の腰はめっちゃ抜けてたよ。ここはできたんだけどさ。びっくりしちゃって手がね。びっくりして手が、うん、手がちっちゃった。わかる。あ、できたみたいな。そう。あ、みたいな。できたけど全然あのボールは違うみたいな。いやでもいい、当たり良かったね。当たりは良かった、ね、今までない、なんか結構バチッと来たよ、バシッと、うん、は、うん、いい入り、うん、ナイス、はい、いいね。いや今の良かった、すごい。どんなライなんだろう、こう、うん、最後はフック。そうだよね、うん。あ、ちょっと待ってね、刺すから。その前にカメラ入れちゃう。ここです。あれ弱くない？逆に GoPro 向きの距離感残してきた。よし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 。あ、でも結構いく。のぞき見、はい、スイン始まります。じゅんちゃんの落ち葉撮影です。せーの、あっちにめっちゃ飛んでた。ダメ。はい、今回、はい、せーの、いい感じだと思う。これね、左ドッグ、はい、上で緩まない、うん、手元で緩まない、トップ緩まないのが意識。そして雰囲気ドローで打ちたい、はい、ここら辺から雰囲気ドロー。でもやりすぎると引っ掛けるので、この辺からただフェアウェイ真ん中。まあまあまあ、でも超フェアウェイだよ。まあね、そこだな、あの緑の木。まあ安牌を、安牌、さっきのイメージなんだっけ、効果の切る、うん、もっともっと我慢、もっと、お、いい、お、早いな、大丈夫、はい、おー、振ってるよ。でもなんかちょっといい感じかも。うん、いや、すごい飛んでるね。うわ、どこまで行った、どこまで行っちゃったけど、なんかでもいい感じかも。やっぱこれ足りなかったね、振りが足りなかった。いいよ、振れてます。なんかビビってた。なんだろう、スイングがやっぱ変だよね。あとちょっと
やっぱカメラ、回ってて力んでるわ。ちょっと一人にさせるわ。力んでるから左のバンカー方向に。はい。おお、いいじゃん。でもやっぱ右行くっしょ。適当に打った割には。でも右に打ってもフェアウェイ残るよ。よいしょ。フェアウェイキープ。フォローがキモい。私も多分コックめっちゃ早いと思う。あのリリースが？こうなってる。ああ。なんでその分カットに入ってる感じ？うん。それで右手でスンと。右手でスン。スンと左手ヒュンってやって、パンってやって。やってる。多分本当。こうやって。ね、今のすごくない？右手スンの左手ヒュンの。でも最悪な位置にあるんだけどちょっと。どこ？だからもうね。考えて打たないとね。はい、左足下がり、距離はいりません。その辺に梨紗ちゃんが言ってた、こういう時にちょっと開いてからさ、クラブの通り道を作れ。あと振り抜く方向だけ間違えなければ。はい。おお、ちょっと振り抜く方向間違えた。間違えた。今ちょっと思ったより右出たよ、ね、そうだよ。あのね、ちょっとビビってこうやってやっちゃった。タハハハ。タハハハ。タハハ。笑ってごまかしてこう。おう。おう。始めた頃。始めた頃はでも本当に嫌がってたよね。うん、もうミスがすごく出るのってね。そう。もうすごいいろいろプレッシャーだった。そうだよね。なんかミス乗せるのも嫌だったし、うん、とか。そうだね。なんか。でもなんか純ちゃんはミスっても楽しそうにしてるのを見て、うん、見習おうって思ってる。あ、そうなの。やっぱ動画見てる人はさ、ミスしてさ、ふてくされてたらさ、やっぱさ、ね、なんか、うんうん、ね、見てる人の気持ちになったら、そっか、そうだなと思って。なるほどね。最初でもミスしたら、ブーってなってた。カット、カット、今のやり直しとか言ってたよね。そうそう、怒ってたよね。怒ってた。おう、いいんじゃない？いや、大きそう。ピン絡んだよ、でも。なんか今ちょっといい感じに打てそうな気がするんだけど。うん。そういう時もさっと打っちゃう。ゆっくりね。はい。いい、うまいよ。これは完璧です。わあ。わあ、入ったかも。嘘。カラン。カラン。わあ、今いいよ。ね、なんかやっぱイメージ湧く時ってうまく打てるね。うん。なんか今ね、なんか素振りしてる時も、あ、今抜けるかもって思った。あ、同じです、じゅんちゃん。あ、そう。同じ位置にあるよ。あれ、両方バディチャンス。イエーイ。イエーイ。やっぱ意外に転がるね。入れちゃおう。これは二人とも大チャンスです。さあ、ゴルフはマジパター。そうだね、4度目のバーディーチャンス、うん、うちらもそだねっていう。流行るかな。なんか流行らせようよ。うん、なんか流行らせ。ペコリ、ペコリ入れたらペコリする。いや、でも気をつけて、はい、下りです。あ、打った。だから気をつけてって言ったのに。やだ、返し頑張る。メス。じゅんちゃんのバーディーパット、ここですね。はい、カメラ準備できました。はい、こっちで行って、ここら辺で、ここら辺でこうです。でこうです。ここら辺でこう入ります。ここら辺でこう入ります。打ちすぎない。バーディー来い。ねえねえ、切れてる切れてる切れてるよ。 OK、 ナイスパー。切れてる。今ちょっとペコリした？してない？切れた。入れました。難しいな。あ、最後じゃん。もう？あ、なんか早かったね。早かったね。あれ？もう最後です。早いな。もうそろそろ泥を欲してますけど、ちょっとね、行ってみるよ。うん。
ドロー。でもコンペの時は出てたでしょ。あ、コンペじゃないわ、この間。うん、リングロープ、うん、出てたでしょ。うん、あの写真撮影の時出てたもん。そう、リングロープの時は良かったの。行くよ。はい、おー、コースなり。飛んだっしょ。うん、まっすぐっぽかったけど、どっちもかかってないから。どっちもかかってない感じかも。うん、右向きやすい。こうからの。地面にドン。あー、腰切るよ。腰切るよ。入りすぎ。あれ大丈夫？大丈夫大丈夫。ワンタッチ。やりたいことはなんか伝わりましたね。うん、今頭がグッて、うん。早かった？じゃあ頭がグッて下に下にこうグッて入った。後半は、はい、3ホールずつ区切って、うん、あるテーマの話をしていきたいと思いますので。はい、まあうちらが思う、うん、そのテーマみたいな、うん、まあ合ってるか合ってないかはちょっと難しいんですけど、まあうちらがやってきた中で、うんうんうん、まあこういう時はこうじゃないとか、うん、こういうパターンの人はこうじゃないみたいな話をしていきたいなと思っています。うんうん、はい、わかりました。はい、じゅんちゃんも前半終わっちゃいましたが早かったですね。はい、あ、池ありますよ、やっぱ手前に。あ、本当だ、右手前に。あれにね、入れないようにね。あれ、私左すぎたんじゃない、これ。ナイスショットだったけどね、ちょっとコース分かってないですね。うん、あんま見てないからね、これね。うん、雰囲気でね。雰囲気でやってる。はい、わーわー、インテンショナルいっちゃう。インテンショナルか、でも右系からのインテンショナルでしょ。インテンショナルでも結構曲げないといけないもん。オッケー、インテンショナル行ってみます。行ってみます。しかもライが超悪い。うん、あー、回りすぎ。あ、バンカー入っちゃった。出だしがちょっとまっすぐだったな。曲がったよね。失敗です。開かないのね、結構。開きます、これは。あの、リサちゃんショットやんないの、なんだっけ、トンキュキュってやった、うん、結構返し早めだよね。そう、うん、ますね。はい、おー、わー、でも顎高い分よく抜けた。だいぶ曲がります。出だしがやばいね。ね、うん、弱いか。もうちょい来たらそっから登ってます。来てたけどな。ナイス。なんかも怪しいもん、今の距離感も怪しいよ。